ぐにもいかんだろうな、これ。苦手なもの自己申告しなさい、あなた。自己申告、うん、ゴキブリ。ゴキブリ、あ、でもそれは苦手だよ。あ、ゴキブリか。あ、はい、ゴキブリラブ。俺はゴキブリが好きだ。食べちゃうぞ。バカじゃないの、それは病気になるよ。病院に行きなさいよ、病院に。あのね、確実にそれは病気になるからダメだよ。ダメダメダメ。病院に行かなきゃいけなくなる、それは。危なすぎる。危険すぎる。食べちゃうぞ。食べちゃうぞ、だ。愛してるって来るのかと思ったら。食べちゃうぞ、じゃん。ごめんごめん。まあ、今の時期ほら、まあ、あの今ね、ちょうど夏真っ盛りじゃないですか。そうなんですよ、最中はね、うん、だからもう本当に商店街でも何でも気軽に歩いてるんで、気軽にいますね。気軽にあいつら歩いてんだよね、本当に。 あれがダメなんですよ。うわっと思うわな、あれな。うわっと思う。確かに怖いわ、あいつら、うん、あれ普通にこう叩いて殺せる人いるじゃないですか。いるね。いますね。あれ、え、どっち派ですか。僕はね、でも都内に越してからというものを自宅内で見たことがないのね、まだ。おー、うん、はいはいはい、あの街中をこう気軽に歩いてよってなってんのはわーって思うけど、それぐらいしか遭遇したことがないから。そっかそっか。うん、いざ出たらどうする。いやー、俺はもう本当にパニックになるね。さーもうなんだかさ、さあ、怖いよね、あいつら。怖いですね。多分、うん、あいつらは家に出なければ怖くないんだと思うんだよ。うん、街中にいたりとか、うん、あとなんだろう、もう普通にカブトムシと一緒に木に止まってたりとかして、うん、樹液を舐めて生きてますみたいなやつだったら、はぁーってなるけど。そうですね。あいつら家の中出るでしょ。出る。いや、だから一緒に住んでるとか思うと、本当にダメですよね。そうだよね。家賃払いなさいよって思うよね。その分、スペース取ってんだから、みたいな。そうだよ、お前って思うよね。苦手。わ、わかります。ゴキブリ苦手なのはわかります。はい、うん、なんかうちのおばさんが、あの、やっぱりその、うちに出てね、はいはい、あの、やっぱりこう、息子さん、まあ僕のいいとこだよね、はい、近くに来た時に、やっぱりもう母の愛情だよね。手でバシッていけるようになった。すごい、ね。まあ今でもそうかは知りませんけれども。うわ、ダメだな、ね。そういう、それぐらいのなんかこう乗り越えられるものがないといけないね。そうですね。それも愛によるものですね。愛によるものだね。じゃあ、としくん、なんかゴキブリに、なんか好きな食べ物くっつけて。そういう愛なんだ。そういう問題そういう問題なの克服してください。例えばほら、花ちゃんを守るためとかさ。ああね。うん。絶対守ってくれないと思うんですけど。いやーっ逃げちゃう。そこは助けるって言えよ今のバカで動きもバカだったし、顔もバカだったし、発想がバカだよ、お前。ひゃーって、ひゃーってなっちゃうかなって思ったんだけど。へえ。私がじゃあ、このスタジオの下で、なんか絡まれてたりとかしても、ひゃーって逃げちゃうんですね。それは助けますよ。お、それはかっこよかったね、今ね。ほんと？うん。へえ。絡まれてみようかな、みたいな感じだった、今。絡まれてみようかなじゃないよみたいな顔したね、今ね。みたいな顔してましたけどね。楽しい。まあ絡まれないのが一番です、ね、そうです。まあそうですね。ダメですよ、はい、気をつけないからないです、うん、はい、はい。